ダッシュでご自動も武田でございます。今日はダッシュで行かないでください。刻んでください。刻みましょう。刻んでいこうぜ。 OTT やっぱり何回聞いても卑猥に聞こえる。どうも武田です。大人のタイムトライアルですから、どこがないと卑猥子供でも参加できるんでね、皆さんぜひ参加してほしいんですけれども、はい、OTT に来ましたって感じですね。ヨシキさんが4分13で改装したぶりじゃないかな。そうだよね、うん、1年半とか1年前ぐらいにはなってるんですけれども、なんで俺らしいんだっけ。で、いつもなら、あ、素敵な T シャツ。あー、すごい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。在庫余っております。あ、そうなの。あれ、永遠に余ってるでしょ。多分永遠に余ってる。いつもなら、まあ、こう、いやいや、ヨシキさんも走るか、俺も走るかみたいな感覚でいつもやってたんだけど、今日はね、ちょっと違うんですよ。どうしても5分を切りたい。いや、短距離選手で5分を切っていく、長距離が苦手な武田が5分を切っていく、これできたら素晴らしい神回になるのは間違いないんです。間違いない。この時点でもう神回です。ヨシキさんとジョグでアップしてて、周辺あのチキンを起こすようなジョギングをしてくれて、ゆずって天才が言うやつと思って。起きた。多分。ということで5分切りたいんですけども、僕短距離選手だからって言ってくれたんですけども、ちょうど1週間前ですね、ほんとここで10秒7出したんです。僕その10秒7の切符を持ってた状態で5分を切る。これできるのマジで優秀な十種競技選手しかいないんですよ、うん、いや間違いない。そうだから今回、まあ、YouTube 代表として僕が行きたいと思います。いや、まあ、もうなんか自己ベスト中毒になったもん。やっぱり5分切るには3分20どうしていかなきゃいけない。で1000のベストが3分20です。だよね。多分 YOSHIKI さんが塩梅を見てこう多分調整してくださると思うんです、うんうん、挙手きつそうだなと思ったら、うん、それ信頼してるんで最低3分23で入りたいと。そうだね。まずは20から21ぐらいの間で YOSHIKI さんに今回お願いしたいなと思うんですけども、西のウェアしようかーい。おい、急になんかやらしいんだよお前。どうですか今日のウェアは。いや、これね見えづらかったんだけど 200m で自己ベスト出した時もこれ着てたの。ちょっとなるほどね。じゃあ縁起がいいんだ。そう、うん、そう見てよ、ジャンプスロー10種選手が好きそうな。確かに俺やん。そうだね。ジャンプできないけどスローできる。スローもできる。投げれる、うん、走れる。ちょっとポップな、うん、かわいい感じにはなってて、うん、皆さんぜひこれもチェックしていただいてということで、縁起がいいから今俺が来て、はい、西のウェアをもらってる人、まあ僕もお仕事していただいてるんですけども、やっぱトップアスリートがもらってるんだよ。有名なところで言うと福部真子さん、はい、素晴らしい、あの日本記録保持者、彼女なんかもめっちゃ来てるんで。森脇健児さんも来てます。あの人は多分好きで来てるだけ。そういう有名選手も来てるから、うん、皆さんぜひチェックしてみてください。西ファミリーになろうという。そうだね、ファミリー頑張っていきたいと思います。いや頑張ろう。はい、はい、よろしくお願いします。ダッシュで行こうぜ。俺も実はエントリーしてる。してるんだ。もう捕まるかと思った。何悪いことしてる？ミキティストーカー人。ああ、納得。いとこもマラソン見た人はちょっとわかると思うんですけど、測定が完璧な状態じゃなくて、幸いにも勇気を持って辞めたということで、いとこマラソンから1週間かな、ようやく周平を引っ張れるぐらいまでには走れるようになった。これも本当に勇気ある決断のおかげかなと自分で思っており。勇気ある決断。勇気。大事だ。あの動画見た？見たよ。見た。どこが言い訳だと思う？あれ言い訳ってとらえるやつのさ神経がわからん。ぶち切れ。なんなら。さらけ出して YouTuber の鏡な精神を伝えたかったので、まあ、一応エントリーはしてたんですけど、大事を見て今後のフルマラソンもあるので、うん、今日オールアウトするのは違うかなということで、周平さんのサポートに全振りしたいと思います。プラス大西団長、なんでいるんですか。なんでいる。この間スプリント学会でオフシーズンに向けてはミトコンドリアを増やす練習した方がいい。ミトコンドリアを増やす練習。1500出ます。だからと言いながらいくつ走る予定になった。今アンケートツイッターでしてて、はい、4分30切るが 31% で、はい、30から40ぐらい39%で、目標タイムの40から50が 21%、はい、ちょっと期待値高め。高いっすね。40はみんな切るだろうと思ってる。40は切るだろうという。だから皆さん、大西さんも短距離選手ですからね。皆さんスプリンターですから。いやいや、アルファフライ。アルファフライじゃない。なんか新しくなってる。メルカリで買った。ダッシュで行こうぜ。17番武田さん。はい。ダッシュでは行かないでほしい。今日のシューズはスーパーアルファフライ。スーパードライみたいに言うな。ヨシキからパクった、はい、アルファフライなんですけど、ガチでパクんのやめて。さあ流しが始まりました。どれだろう。うわー、わかんねえ。あ、これか。武田、武田だ。チームメイトの山村も2人で5分切りを狙った走るそうです。ここからは久しぶりの大西カメラでいきたいと思います。さあ出るかな。5分、頑張れ。さあいよいよスタートです。さあスタートしました。お、大丈夫かな。さあ武田、山村はペースメーカーについて、まず 100m を通過しました。
さあどうか。あ、ちょっと山浦は前、武田はペースを抑えているか。お、集団に飲まれました。何秒ぐらいだろうな。今日はイーブンで行くってやつね。貯金を作るという話をしませんでした。今シーズンは 100m 10秒76、200は22秒03と自己タイと自己ベストで走ってますね。で、彼ね、夏合宿ぐらいに、まあ、キッズも来てくれた時に、まあ、ロングの練習したらいいんじゃないのみたいな話で、まあ、ボリュームを増やすというところで長距離というかロングスプリントの練習を積極的に取り入れた結果、秋のね、好結果につながってますので、まあ、その練習の一環として、この、ね、戦後でどれぐらいスタミナがついたかというのが分かれていいかなと思います。はい、400通過しました。お、ちょっと混戦で、お、よしきが引っ張ってるなこれ。はいはいはい、これで山村は先頭ですね。はい、500通過、あと3分の1。ヨシキは今日本当出る予定だったんですが、測定痛めてというか、まあまあ大事を取って今日はサポートに徹しているようですね。まあ、いい姿勢いい姿勢。今日2人は、先ほどありましたがベイパーフライとアルファフライかな。アルファはねいいんだけどね。お、ちょっとカタカタしてきたか。さあついてけついてけ、粘れるでしょうか。うーん、おお、詰めてる詰めてる。やっぱ YOSHIKI フォーム綺麗だな。頑張れ。さあこれで、800通過かな。さあいいペースよしき、これくらいしてる。何を言ってんのか分かんないけど。さあ一方チームメイト山村は、お、前に出ていい感じだ。さあ頑張れ頑張れ。さあここはきつい。中だるみしちゃうね。ここね、このやっぱ800から1200が難しいよな。なんだかんだねロング系のイベントとかも出るようになってきたから頑張ってるよな。あ、3分20。お、5分ペ。さあいけるいけるいける。さあ溜まってるか溜まってるか。さあ分からず一周。はい頑張れ。金が鳴って、まだ我慢だまだ我慢だ。いけるぞ、頑張れ。お、早稲田コーチが山村にリクエストします。さあ TKD も、はい、ラスト300。いけいけいけ、竹田いけるぞ。お、お、こちらからピッチャー。わー、やっぱいいね。さあいけるいける、キレ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 。さあこっからもう一回、いけ。さあどうだ、頑張れ。おお、動いてる動いてる。20秒かかってねえだろ。100プラス100プラス100。いけいけいけ。おお、残ってる残ってる。あ、俺いったんちゃうか。どうだどうだ。先頭は4分42。あ、やばい、山村を捉えそうだ。どっちだ。49、あー53ぐらい。お疲れさーん。ダッシュで行こうぜ。おやま、あーさあ本日団長の戦後予定が始まりました。さあ300の通過、55ですね。わあめっちゃいい。3分6ぐらいで行きました。さあいい動きだ。
さあ4分30切れるか。めちゃくちゃ動いてます。さあ草野先生がお兄さん引っ張ってますね。あ、いいねいいねいいね。さあラスト200。さあ、あ、行きそうだなこれ。34秒とかでラスト行ければ。いいねいいね、めっちゃ動いてるめっちゃ動いてる。お兄さん大西さん、ナイスランでした。ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。いや、ナイスラン、本当に。え、わかる？この記録の凄さ。あの、なんか俺、周辺が自己ベストタイ出した時よりもテンション上がっちゃってますけど。どうでした？まあ、余裕っすね。記録からじゃあ言っとこう。そうですね、正しい結果でポンって出ると思うんですけど、僕の手元だと自己ベストが今現在5分12秒1。前回の OTT の動画の2年前ですね。5分12秒1。今回4分53。素晴らしい素晴らしい。これは短距離選手じゃないよ。違うね、短距離の100の選手でやっぱり4分台は相当よ。11秒とかじゃないからな。10秒7だから。しかも1週間前で、みんな夏に走って秋に4分50とかじゃなくて、先週10秒7出して今日4分53。いやー素晴らしい、本当に素晴らしい。余裕あ、でも本当に彼の 1000m のベストが3分22とか3分21だと思うんです。3分19で僕入ったんですよ。あの、全然余裕そうでした。あの時に確認した、落ちることはないなと、上げれるか分かんないけど落ちることはないなと思って、4分5分切りはいけるなってあの時ちょっと確信しました。実際あの 1000m の通過するタイミングで周平を絶対俺は休ませたかったんですよ、気持ち的に、はい、あそこで2秒僕を実は落としてて、こんなに落ちても3分19なんだっていう感覚で入れたとは思うんですけど、いやもう完璧だったよ。感覚的にもあ、なんだろう落ちたなってこう、分かったんですけど、めっちゃ体以上に心がに余裕が出た。あー、めっちゃ嬉しい。それね、ペーサーとして一番嬉しい。そう、心に余裕が出て、さらに19、はい、の入りっていう、一番最高の入りをした。シュネさん、何どうしたのちょっと一つ言わなきゃいけないことがありまして、もう一戦いというか、ちょっと僕の別の戦いが始まろうとしてました。どういうことですか？これあの、なんかネタとかじゃなくてガチで聞いてなくて、何普通に嫌なんだけど、なんか何悪いこと、悪いことそれに俺は打ち勝たなきゃいけない。どうぞ。財布落とした最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。本当はもう周平を引っ張ってる時から、もうね、早く終わって探しに行きたいと思ってた試合前になくしたこと気づいたの。そう、最悪。わかりました、陸上だよ。まだ届いてねえ直接行くわ。直接行くしかないね。行ってくるわ。バス代だけちょっと借りれます。バス代バス代っていくらぐらい？1000円。あ、1000円2000円とかでも全然渡せるけど、1000円でいいの？1000円で。あ、1000円に1000円。じゃあ一発芸。あ、一発芸、はい。カーレス中に混ざってる江頭。逆に嫌でしょ。カイジの気分。今一人でバスの営業所に直接向かっています。バスの営業所から一本電話がありまして、まあ、財布の落とし物が一件ちょっと見つかったということで、ただその財布の特徴とか本人確認とか照らし合わせるのはちょっと電話でのやり取りは無理だということで、まあ、直接本人が来てくれと。だからまだその財布が俺のかどうかは確定じゃないんですけども、まあ、その財布が僕のものであるようにと願いながら、すっごい不安な気持ちで今向かってます。今から確認していきたいと思います。あ、すみません、あの先ほど電話であの財布の落とし物。こちらもでらっしゃいます。はい。こちらでらっしゃいます。それです。はい。はい。無事財布そっくりそのまま帰ってきました。本当に良かった。いや本当に良かった。申し訳ありませんでした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。え、何の動画これ。